カネム・ボルヌ帝国の軍隊カネム・ボルヌ帝国は、アフリカ内陸部スーダン地域の中央で700年頃から1376年に、後のチャド及び、リビア南部一帯を支配したカネム帝国及び1396年から1893年に、後のニジェール東部一帯を支配したボルヌ帝国を合わせて呼ぶ場合の故障。カネム帝国は、テダゴび、 ダザガ語を話すトゥーブーケーが移民した、ザガワ語を話すザガワ人が起源であり、彼らは乾燥と圧迫を逃れ、サブサハラと中東の交易路に面した、チャドコ北東部へたどり着いた。彼らの年代記、デュアンでは、ドゥグワと書かれた、ザガワ人がそこに着いた時には、防壁に守られた洗練されつつも分散した、都市国家を形成した、サオ族と呼ばれる、先住民が、すでにいた。 ザガワ人は、彼らの習慣の多くを取り入れ、たびたび交戦しつつ、最終的に16世紀後半までにサオ族を支配した。カネム帝国は、トリポリとのサハラ交易の交易路の南端にあたり、ザガワ人は記録上の書だよセフとして知られる財布の下で遊牧民の生活を捨て、西暦700年頃に、首都、ジミを建設した。ドゥグワの王たちは、 神聖な王として扱われ、マグミとして知られる権威を形成した。王朝の交代にかかわらず、マグミとマイの称号は、以後千年間以上用いられるようになった。セフはアサは、チャドコ周辺の主張国の連合から成立した。王朝は、イエメン人の英雄という伝承のある、セービンディーコールヤザンの警符を引く人物を名乗る、不昧によって建国された。そのため、 セイビンディーコールヤザンにちなんで王朝の名をセフは、朝とした。実は、ベルベル人の回収者が王朝を開くときは、しばしば、イエメンの血統を名乗ったこと、アルイドリーシーの記録からも不昧の実際の血筋は、ベルベル人であった可能性が濃厚である。カヌリ族が1100年代から、カネム帝国の領域に移住し、13世紀には、周辺領域を征服するようになっていた。 ルナマダッバレミの時代に、彼はカヌリオーで最初のムスリムへの回収者となり、ジハードを宣言し周囲の民族を支配し、征服による拡張機を作った。この時期にハウサ小王国が形成され始めた。その後、近隣勢力の圧迫により、1376年、チャドコ西南岸のボルヌ地方に遷都。 16世紀、イドリス・アローマの即位と共に最盛期を迎え、カネム地方を回復。サハラ中央部の覇者となった。ウスマンダンフォディオを率いる、フラニジム勢力による、フラニ戦争で、支配下のハウサ諸王国が攻められたことによって、カネム・ボルヌ帝国の勢力が衰退し、代わって、ソコト帝国が台頭した。1893年に、スーダンから侵入したラビーフア。 イコールズバイルに、攻められ、ボルヌ帝国は滅亡した。1900年、チャドコ南東のバギルミ王国と、フランス軍の連合軍がくっすりの戦いでラビーフ、アッ、イコールズバイルを破った。カネム・ボルヌ帝国の主要交易品は、奴隷と増下であり、中でも奴隷は、帝国の南及び東に存在するは大王国や、コトコ王国、バギルミ王国といった属国からの功能や、 ロゴーヌ川中流域の小国家軍への奴隷狩りによって入手していた。チャドボンチの地域史と、農牧業、P239 石山春、2007年4月10日、朝倉書店。チャドボンチの地域史と、農牧業、P239 から241石山春、2007年4月10日、朝倉書店。ありがとうございます。